ティズナウはアメリカ合衆国の競争馬、シュボバである。2002001年にはブリーダーズカップクラシックを史上初めて連覇し、競争馬として高い能力を示した。2000年にはエクリプス少年度代表馬に選出されている。同年の3歳ボバチャンピオン、2001年のコボバチャンピオンでもある。2000年にサンターニタ競馬場の未勝利戦でデビュー。 このレースでは6着に敗れるが、その後3戦目で初勝利を果たす。自走の G3 のアファームドハンディキャップを勝利すると、G1 のスワップスステークスへと駒を進める。しかし、ここでは、キャプテンスティーブの2着と敗れ、続くパシフィッククラシックステークスでも2着となるなど、なかなか G1 には手が届かなかった。しかし、スーパーダービーでは6馬審査で圧勝し、 初めての G1 タイトルを手にする。その後、G2 勝ちを挟み、そのまま勢いに乗って、ブリーダーズカップクラシックに出走する。このレースでは、積極的に先手を取り、最後の直線では、欧州からの四角ジャイアンツコーズウェイとの壮絶な叩き合いを首差しのいで優勝する。この競争には他にも、キャプテンスティーブや不イチペガサス、キャットシーフ、 レモンドロップキットなどの競合が名を連ねていたため、勝利した同馬の評価を高め、同年のエクリプス少年度代表馬の選出につながった。カリフォルニアサンバ、3歳クラシック未出走馬のブリーダーズカップクラシックの勝利という点でも、けうなレースであった。また、この前年には前、アニバドロワイヤルが、キャットシーフの2着に敗れており、その雪辱も果たす形となった。 2001年も現役を続行した。G2 競争を2000使った後、サンターニタハンデキャップを5馬審査で圧勝。しかし、その後は腰を痛めた影響もあったか、三着が続く。引退レースとなったブリーダーズカップクラシックでは、前走までやや制裁を書いていたことや、サキーやガリレオといった欧州の有力馬も出走したことから、4番人気に留まった。 レースは前年と同様に、最後の直線で壮絶な叩き合いとなったがサキーとの競り合いを制し、同レース史上初の連覇を達成した。競争場引退後は、ケンタッキー州のウィンスターファームで、種ボバとなった。万能坊系シュボバの貴重なつなぎでとして、初年度3区から、エクリプス賞最優秀2歳頻馬ォークロアを送り出した。以後も安定して活躍場を出している。 サンクの特徴として、フォークロアやティズワンダフルのように仕上がりが早い馬、コロネル・ジョンやダー・タラのようにクラシック三冠戦線で活躍する馬がいる一方、ティズウェイやウェル・アームドのようにコバとなってから大成する馬も多い。2013年の種付け量は7万5千ドルと高い評価を受けている。また、孫世代も多くの重賞レースを制しており、サイヤーラインの継続が危惧されていた。 コドルフィン・アラビアン、マ万の王系もティズナウを中心に広まりつつあった。しかし、2010年代後半に入ると、韓国に輸出された同系のオフィサーが成功したことから、ティズ・ワンダフル、コロネル・ジョン、ティズウェイと後継シュボバが立て続けに、韓国に輸出された。北米に残留した、ジェモロジストやツーリスト、ストロング・マンデート、モーニングラインダーは当初、 種付け数を非常に多く集めたものの成功できず、シェアは急激に縮小しつつある。2020年シーズンを最後に種ボバを引退することが発表された。G1 競争優勝バッシュボバカチクラは GIQ 競争のみ表記。ありがとうございます。